おはようございます。学ぶをハブファンへようこそ。このポッドキャストでは小学校教師経験29年間の中でメンタル落ち込みから回復した体験を持つじゅんじゅんが自分軸を大切にしながら子どもたちと向き合うための方法や現在フリーランスティーチャーとして活動している日々の気づきや学びをシェアしています。前回の放送で今週の土曜日9月11日の土曜日21時からリスペクトインタビュー、あなたの理想の学校を聞かせてというテーマでゲストをお招きしてインスタライブをやることをお伝えしました。今回1回目のゲストは SNS でのお名前がみんなの上司花、働く女性を応援さんです。花さんは15年以上一部上場企業で働いている、バリキャリじゃないのに管理職をしている多少バリキャリの花さんです。現在会社員として機嫌よく生き抜くコツやビジネス、日々感じていることについてポッドキャストを通じて発信されています。会社員として働いていらっしゃる花さんはポッドキャストの放送の中で部下の方との関わり方、上司の方との関わり方についてお話しされている回があるんですね。教師をしている私としては教室での子どもたちとの関わり方、職員室での同僚や管理職の方との関わり方にも活かせることがたくさんあって、共感できることがあるんですね。インスタライブまであと少し日にちがあるので、ぜひ、この放送を聞いてくださっている、学校の先生方にも花さんのポッドキャストの中でね、興味のある回をいくつか聞いていただいた上でインスタライブにね参加していただけると、さらにね面白くなるのではないかなと思います。人となりっていうのがねなんとなくわかると思うので、ただねお時間ない方は本当にこうほっと11日の21時にねこう遊びに来ていただけたら、それでもね花さんがどんな子供時代を過ごして、そして今どんなことが生かされてお仕事されているのかっていうようなところをそれだけでも十分に楽しんでいただけるんじゃないかなって思うので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。花さんのねポッドキャストのリンクや私のインスタグラムのリンク概要欄に貼っておきますので、ぜひ9月11日21時からのインスタライブにご参加ください。お待ちしています。こういった私のイベントやサービスの最新のお知らせはLINE 公式からその都度配信していますので、少しでも興味を持っていただけたら概要欄のリンクからぜひお友達登録をよろしくお願いします。ここから本題に入ります。今日のテーマは自分軸を見失ってしまう時についてお話をします。今週はね自分軸をテーマの中心にしてお話ししてるんですが、皆さんは自分軸を見失ってしまった時ってありますか？自覚ありますか？そもそも自分の自分軸って何だろうとかね、そういう方もいらっしゃると思うし、私も少し前は、自分軸ってなんか分かってるようで分かってなかった。今までもねポッドキャストでお話してきましたけども、じゃあ自分軸って何なのかっていうことをちょっと整理しておくと、これあくまでも私の捉え方ですよ。私は自分の好きなことや嫌いなこと、やりたいことややりたくないこと、自分がどうしたいのか、つまり自分自身を大切にすること、自分の考えを大切にすることだと私は捉えているんですね。自分軸を持つということ、それを大切にしないで他人軸を中心にして生活をしていると、やっぱりいろんなところで不具合が出てくるんですよね。なのでやっぱり自分軸を持つことは大事じゃないかな。でも大事だなと思っていてもやっぱりつい見失ってしまうことってあると思うんですね。じゃあそれがどんな時かっていうことを振り返ってみました。私の場合はだいたいこの3つの場面に見失ってしまうことがやっぱり多かったかなって思います。自分が好きとか嫌いとかそんなことよりもやっぱりこう目の前のことにこう翻弄というか、突き進んでしまうというか、それはね一つ目は忙しい時ですね。やっぱりこう心をね失うと書きますけれども、心をなくすと書きますけども、やっぱり忙しい時は自分軸を見失いがちですね。で二つ目は他者から批判された時です。
そして3つ目は人に憧れるとき、ちょっと意外かもしれませんけれども、この3つの場面はが私が自分軸を見失ってしまうときでした。じゃあ具体的なエピソードをそれぞれちょっと簡単に挙げてみますね。まず忙しいとき、まあ、これも日常茶飯事ですけれども、まあ、朝子どもたちが登校する前から、まあ、あれこれ準備がありますよね。そしてあれよあれよという間に子どもたちが登校して、あとは目の前の出来事に反応していく。もうついこなすことに意識が向いて、まあ、終わった後の充実感は、なんかこう自分でね、もし課題を持っているんであれば、自分の課題があればね、例えばこの実践でこんな様子が子どもたちから見られた、いやでもちょっと課題があるな、じゃあこの課題をこんな風に修正したら今度はこういう反応があったっていうようなね、やっぱりこう自分の、自分軸、自分の課題を明確に持っていれば、やっぱりこう前進している充実感っていうのがあると思うんです。でもそうじゃなくって、こう他人軸、とか忙しい時にもう次々こなしていかなきゃいけないっていうこと、状況だとすると、やっぱりこう予定されていたことをクリアして終わったっていう、まあ、そういう、こう充実感っていうのかな、達成感、どうなんだろう、っていうふうに思いがちだと思うんですね。でもこれって子どもたちの成長を支えることにはなっていませんよね。何より教師自身も私はすり減らしていると思います、まあ、一時的にそういう時期は、まあ、誰しもね、長い教員人生の中ではあると思います。だから上から降ってくるだけの大量の仕事を、まあ、とにかく終えなきゃいけないっていう状態が長く続いてしまうと、ふと自分は何のために教師になったんだってこうモチベーションを下げることにもつながると思います。私は過去ね、忙しさと自分の偏ったものの見方によって自分軸が分からなくなった時期が確かにありました。次に他者から批判された時なんですけれども、まあ、このね、批判された時ってまた別の方向から見ると、それまでやってきた自分のやり方を他者から指摘されたり批判されたことで振り返ることで、より良いやり方に、より良いやり方につながるケースも、まあ、あると思うんですね。私もそういう時もありました。よくある例としては、子どもたちの授業中でね、子どもたち授業をつまらなそうに受けているとします。まあ、つまり無言の子どもたちからの授業批判ですよね。まあ、その授業つまんないよっていう批判を、まあ、謙虚に受け止めて事業改善させていくっていうことは、まあ、誰しもある。ただその批判が自分にとってちょっと納得できなかったり、理不尽だと思えたり、ちょっと感情的になってしまったりするときって、今度は逆に相手を心の中で批判してしまって、問題のね、論点をすり替えてしまって自分軸を見失ってしまうときが私も過去ありました。だから少しね、時間を置いて冷静になったときに、あ、自分が大切にしたいことは何かな、自分軸ですよね、これを再確認した上で批判されたことと照らし合わせた時に、あ、ちょっと感情的になっちゃったなと、自分軸を見失っていたことに気づかされることも、まあ、数多くありました。最後にちょっと意外なね、人に憧れる時です。まあ、これはね、エピソードの80番で、学ぶことは真似ることでもね、でもお話ししたことにつながるんですけど、いや、この先生のこの実践面白そうだなとか、やってみたいとか、この先生の学級経営真似したいって、こうね、目に見える部分を取り入れようとすると、まあその形をね、同じように真似すればいいわけですから、まあとりあえず形としては整う。でもね、これ進めていくと後で痛い目に遭うんですよね。エピソードの80では振り返りジャーナルのことでお話をしましたけれども、ですので学級経営での自分軸を自覚して、どうしてこの実践をやってみたいのか、この先生のどの部分の学級経営を取り入れたいのか、何を自分はこう興味を惹かれているのか、魅力を感じているのかっていうこと、これを見失わずに考え抜くことで、自分自身が人の実践の寄せ集めから自分のフィルターを通した自分の実践になるって私は考えています。そこに拙さだとか
人と比べるとかっていうのはもう一切必要なくて、やっぱり自分で考えるってこと、まあ、それを子どもたちにも、ね、身につけさせてあげたいって思うんだったら、まず教師が自分の頭で考えるってことをやっぱりできる範囲でやっていきたいなって思います。今日はね、自分軸を見失ってしまう時についてお話をしました。経験年数関係なくね、そもそも教育や子育てにたった一つの答えなどないわけですから、もういろいろチャレンジして、まずは自分の頭で考える癖を教師自身が持ちたいなと思います。それでは次回のポッドキャスト YouTube まで Let's have fun! バイバイ。